グレートカッスルハウスは、ウェールズのモンマス城の一角にある建築物であり、以前はタウンハウスだった。第1級文化財指定建造物であり、モンマスヘリテージトレイルにある24の建築物のうちの一つである。これは、モンマスの中心であるアジンコートスクエアから外れたカッスルヒルに位置する。内と外に素晴らしい威風を備えた建物と表現される。 この建物は、ウェールズ及び、境界自治領の主張だった第3代ウースター公、ヘンリー・サマセットのために1673年に建てられた。後に巡回裁判所として使われたが、その機能は改築された、シャイアホールへ1725年に移った。19世紀からは、モンマス社王立公平連隊の本部となり、また、連隊博物館が置かれている。 自治領の主張に任ぜられたブースターは自らの地位にふさわしい居場がその辺境に必要だと考えた。この建物は元来そこで生活するのではなく儀式や公務で使われることを意図していた。設計者は不明である。建材にはピンクと灰色のまだらをした旧赤色砂岩のブロックが使われており、おそらく大部分はイングランド内戦後に部分的に もしくは完全に破壊されたモンマス城の門堂と王道の石材を再利用している。城の遺構はグレーと滑するハウス正面の中庭の左手隅にある。優雅に装飾された出入り口を備える建物正面は正確な左右対称になっている。両翼は19世紀に追加されたものである。屋内、特にその漆喰仕上げは驚くばかりのものと形容される。 二階には贅沢に装飾された天井を持つ大部屋がある。これはもともと五つの部屋だったものを大法廷として一部屋にしたものである。漆喰の大部分は旅回りの職人が標準的な手法で仕上げているが、当初公爵の資質だった部屋はリボンで結ばれて垂れ下がった花もので豪華かつカビに飾られていた。グレートカスルハウスを建てた直後にブースター公は 防法と公爵化を創始し、さらに大きな屋敷が必要になった。まず、トロイハウス、ついで、バドミントンハウスが建てられ、グレート・カッスル・ハウスは巡回裁判所として、部屋の区画が変えられた。1725年に巡回裁判所がシャイアホールに移転すると、グレート・カッスル・ハウスは藩児たちの宿泊所となった。しかし後に、彼らは街中のより狭い宿泊所に移り、 1760年頃からは上流階級向けの女学校に使われた。1853年に建物は国防義勇軍の伝統ある連隊であり後にモンマッシャー王立公平連隊となる民兵部隊の本部になった。現在、建物の大部分は連隊本部として使われているが、一部は1989年から小規模な連隊博物館になっており、下記の午後には、 一般公開されている。博物館はキングスガーデンに向かって開けており、その庭にはモンマス城で生まれたヘンリー五世の時代から植わっていたという植物類もある。ありがとうございます。